今朝福島駅でお披露目されたのは、福島県の応援ポケモンラッキーと宮城県のラプラスがあしらわれたラプラス&ラッキートレインです。福島と宮城の両県はポケットモンスターのアニメやゲームを手掛ける会社と連携協定を結んでいて、ラッキーは幸せを運ぶポケモンと言われています。ラプラス&ラッキートレインが運行して、地域の方々に笑顔と幸せを届け、このエリアがもっともっと元気になっていくことを期待をしています。ラプラス&ラッキートレインは今月30日に運行を開始する予定です。